国道三百七号起点滋賀県彦根市街町、交差点国道三百七号終点大阪府、平方市地の宮北交差点国道三百七号は、滋賀県彦根市から大阪府平方市に至る一般国道である。滋賀県高賀市柏木町右側正面に、長宮茶の茶畑滋賀県の港が、東大見、古東地区と京阪新地域を結ぶ延長百十キロメートルの 一般国道で、滋賀県の東部に位置する彦根市の国道8号分岐から、大見盆地南部を降り、笠木山地を東西に走って、裏ラジ峠を越えて、大阪府の北東部に位置する平方市で、国道1号と接続する。主な通過地は、滋賀県多賀町、東大見市、日野町、甲賀市、京都府京田辺市である。起点、彦根市から多賀町まで約6キロメートルにわたり、 国道306号と重複し、多賀町で国道306号から分岐して単独区間となる。名神高速道路とは、古道散々スマートインターチェンジと、また新名神高速道路とは、死柄木インターチェンジで接続し、沿線市町村の生活道路であるとともに、名神、新名神高速道路のアクセス道路として、重要な路線に位置づけられる。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。京都府鈴木郡宇治田原町平方市内、及び、常用市内の宇治田原町との境界近くの部分を、除いてはほとんど渋滞もなく、概ね全線改装できる国道である。宇治田原町奥山田地区において残っていた一点を、車線の未改良区間が2019年3月の奥、 山田バイパスの開通で解消されたのを最後に、離合困難な区間はなくなった。近年では、国道1号の京都市街地を迂回する裏道的な性格も強くなってきた。また、2008年2月には新名神高速道路と接続し、関西各方面からのアクセス道路として、重要な役割を担いつつある国道であり、新名神高速道路の並行区間の開通をめどに、 宇治河原町内や常用市付近で改良が進んでいる、道の駅トンネル主な橋、ありがとうございます。